フラワーアレンジメント対決です。このサス部門もうできてます。天才かよ先生。初めて見た時から好きでした。付き合ってください。すべての人が大好きな企画、そう、御堂筋の人100人に聞いた美味しいラーメン屋さん、だがー早速、お、元気もいいですし、あ、ちょっと痩せましたね、岡ちゃん。痩せた、岡ちゃん。俺、痩せたかな。痩せましたね、岡ちゃん。ということで、早速行ってみましょうか。はい。GO! 御堂筋のおすすめのラーメン屋さん教えてください。神次郎何やってん。純太2票入りましたよ。三日月1つ入りましたよ。納豆のオブジェがありました。水戸市のおすすめのラーメン屋さん教えてください。のハワイヤー。すげえ。いつエクセルのラーメン階段の一番新しいところです。ありがとうございます。家系で合わないないふつ、ありがとうございます。山岡屋と無邪気1票ずつ入りました。なんだよな、いつもこいつも。やばい、綺麗にカード入った。くっつくな、マジで。これ見てる人はね、そういうなってほしくないわ。いろんな人に優しくした方がいいですよ。そう、あの、すみません、僕東京でお笑い芸人やってる者ですけども、あの、ちょっと100人に聞いてるんですけど、おいしいラーメンさん教えてください。うるせえ、カス。もう一個パターンあるかも。すみません、ラーメンさん教えてください。牛丼。あの、面白くない。あの、世界一面白くない。初心に戻って、はい、頑張ってみるわ。お願いします。水戸市のおすすめのラーメン屋さん教えてください。角浜家系ラーメン。ありがとう。初心思い出した。優しくて泣いてる。日立かけとら。かけとら、めちゃめちゃ嬉しい。ありがとうございます。あれだよね、いつものさ、感謝足りなかったかもしれないね。いや、本当にそうだ。一個一個のやつ。山岡屋。315。龍のひげ2票入りました。ということで、はい、中間発表の方やっていきたいと思います。今1位はどこですなんですかね。噛んだね。1位がね、はい、横浜家系ラーメン。おお、そうだろ。で、でも2位がもう1票差だから、うん、浜田屋。浜田屋、まあ行きたいね。頑張りましょう、ごはんも。レッツゴー。頑張れ。タイザン、ケツ。トミジローがおすすめです。トミジロー。人に触んない方がいいですよ。変更があるそうなんですか。ゆきちっていうラーメン屋さんがおすすめです。ゆきち。龍のひげ。てつ。かつりゅう1票、龍のひげ1票、ひれまる1票、チャーシュー屋1票、龍のひげ6票入りました。大群の女性の高校生の方がね。女性の高校生ってなんだよ。たくみや。あれ1人1票なんですか。古川。てつ、ありがとうございます。あと10人ですよ。九州ラーメン。まあ、そうでもない。味がそうでもない。え、だけど。そうでもないんだけど。はい、まっちゃうやつ。癖になるやつ。何ですか。え、美味しい。そんなこと言ったら失礼かもしれないですけど、その九州ラーメンを即興でちょっと歌で。やめろよ。九州ラーメン。九州に行ったことないけど。すごい。九州に行ったことないけど、九州。せーの、一着です。ありがとうございます。今1位が15票で2位が13票。おー、これは面白いよ。いい戦いだ。うん、ということで、鉄2票入りました。ということで、水戸市のおすすめのラーメン屋さん教えてください。ハマリキラーメン。終わりー。やっと終われる。ありがとうございます。で、今度100人切りおめでとう。ありがとうございます。ビト最高。結果発表。発表しますよ。お願いします。第3位の方がですね、
位。横浜家系ラーメン8票でございます。茨城で横浜が3位。茨城で横浜が3位。なるほどね。第2位は2位、11票獲得で11票龍のひげでございます。龍のひげが11票。はいはいはい。第1位発表しますよ。はい。第1位は13票獲得のつけ麺鉄でございます。つけ麺鉄さん、はい、すごい。あれれあれれ渋谷にあるよ。おい、まあまあまあ、でもこれがリアルですからね。 そして、はい、26時間飯を食べてない。腹減りすぎて分かんないのよ。2人ともつけ麺で、はい、トッピングが特製でチャーシューが2枚に卵、ネギ、シナチクです。お前が野菜ですね。野菜です。いただきます。100人直後だからね。もう何だろう、食レポができない。うまいわ、めちゃめちゃ美味しい。濃い中に繊細さがあるつけ麺で、はい、気がかない。おお、まるで何みたい。俺とお前みたい。最高じゃないか。急にそんなふりするのやめろ。いきます。すごい。おお、熱い。マリスープです。おお、いろいろ楽しめるんだ。煮詰めて最後汁まで。焼き石とかでいろいろ味が数段階楽しめたりして、楽しさとか美味しさがまたね、いろいろ楽しめる。それ最高だなと。うまいなと見てて思いましたね。今日どうしてこの旅を応援したいと思ってください。高評価、チャンネル登録などよろしくお願いします。どっちだ。